こんにちは N 村です。今回の動画はオキラスクエストで MR 動画を撮りたいの2回目になります。写真でわかる通りオキラスクエストでもなんとか撮ることができました。公式を見ながら4、5時間ほど頑張ってみたのですがアングルは上半身のみですし音はないしまだまだ上手な撮り方はわかっていません。オキラス公式を参考に頑張ったのですが細かい説明はなくとても難しかったです。 使用する公式ツールが英語なのも難しい理由ですが、最大の理由はビートセーバーの設定も必要なことに全く気がつかなかったせいです。ですが、細かなところは次回以降に持ち越しすることにして取り急ぎ、今できているところまでを動画にしました。次回以降の動画ではもっと綺麗な動画を撮り、そしてそのやり方を解説したいと思っております。オキラスクエストでの MR 動画の撮り方を知りたい方は、チャンネル登録、高評価、 よろししくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。